卒これを貫く。サイカマゴイチ華麗に消えるぜ。兵は少数、一気に攻め入り信長様の首を取ります。来るか光秀、来るがこの信長に背ききれるか見定めよう。この状況で本陣を狙ってくると何としても守りきるのです。速やかに二条城に入る。そこを拠点に父上を援護するのだ。ほんの小手調べ。不殺な心情なんだが大丈夫かい。見てな、本能寺に簡単なく増援を派遣せよ。さすれば父上は軍備を整えられる。開門。信長様を確実に討つためには城下からの増援を断つ必要がある。先に二条城を制圧しましょう。門を守る将を撃破するのです。足りぬ剣意長松、今日脱出し援軍を呼んでまいる。開門。さて仕事だ。呼ばれてまずい。彼らを逃がしてはなりません。防ぐことができましたね。本能寺へ増援を送れ。父上は何としてもお守りせよ。開門。こそは織田信長が嫡男信忠、謀反人どもここで成敗してくれる。援軍は全部潰した。一目の隙もなく追い詰めてやるぜ信長。気づきおったか。
州は無敵の鉄砲傭兵だからな。炎の中で待つぞ、光秀。フフ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 フ私の心を示さ。見てな、私にもはやためらいはありません。全軍本能寺、今こそ信長様を討ち取るのです。信長様のもとには行かせません。兵力が残ったはず。放っておくと本陣が危ないね。これは進軍に支障が出ます。なんとかしなければ。被害が広がる前に急ぎ櫓の上の敵兵を討ち取るのです。信長様、お逃げください。開門。やるか。